師匠。はい。お待たせしました。このお方。ドン。暗黒クイーン西谷智美様やんけ。はい。うちのニューヒロイン。ニューヒロイン。ニューヒロインです。ジャーククイーンとも言う。これほど邪悪なものがいただろうか。はい。いや、いまい。なんて言うんやったっけ、こういう言い方を。何ですっけ、なんか忘れた。なんかのアニメかなんかとかでよく使われてそうな感じですね。なんとかがいただろうか。いや、いない。北摂ママに限定して申し訳ございません。グレーキッドお社会、なんかダラダラ書いてんねんけど。うん、要するに、うん、北摂、障害のある子どもの高校進学を考える学習会。なんやろうな。はい。なんせな。うん、で、まあ、実例で、こう、なんとかさんが高校行ったやと。で、これ、ツイートしてんのが、うん、5月30日やねんな。うん。ってことは、推理するよ。はい。5月30日ってことは、もうね、シレットさんの、うん、あの騒動、うん、差別騒動、はい、明らかな差別をしております。はい。差別じゃありませんとか、誤解ですとか言ったけど、いやいや、差別ですよ。西谷さん、クイーン、差別でございますよ。あれが差別じゃないってどういうことやねんなって感じやね、うん。むしろあれが差別じゃなかったら、うん、なんやねんっていう話やわな、うん、差別つっかさ、もう相手が障害を持ってるどのこうのの話でもないよな、うん、完全に人をバカにしとるというね、うん、人は俺こうなんだけどって言ってるのに対して嘘じゃないんですかみたいなことを言うってさ、まず失礼やもんな。俺もあるわよ、うん、考えてみたらさ、メルカリとかで、うん、とある商品、これ前に動画でも話したことあるんだけど、うん、とある A っていうメーカーの商品を出してるとするやん、うんうん、メルカリにね。でたまに失礼なこと言うてくるやつおんねんな、うん、これって本当に A 社の商品ですかって言うてきよんねん。はぁやんけ。まずさ、こっちからしてみたら、いや A 社の商品ですけどっていう話だし、うん、で俺返信しようかなと思ったんやけどさ、うん、なんでそんなクソ真面目に返信しなあかんねんと思ってよ。なんかこんな俺様のことを疑ってるやつになんでこんな真摯に対応したらなあかんねんとか、なんやねんその疑いはって話やん。もう信じられへんにやったらもう、うん、花から買わんといてもらえますって話やん。だからそう送ったもん、うん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 、信じられないんでしたら購入していただかなくて結構なんでって言ってっていう返信状を出したわ、うん、俺は、うん、あったそうやわな、そうなるよね別に、うん、それをさでさ、まあ、それだけでも腹立つのにさ、ましてや障害があるんですけどみたいなこと言ったらさ、その障害って本当なんですかって言われてみいや、うん、あったわ来るっちゅうねんなそんなもん、うん、それに置き換えたら余計腹立ってきたわお前だから俺のメルカリに例えんのもあれやけどさ、いやいやまあまあまあ、まあ、でも同じことやんな、何疑ってこのボゲーっていう話やん、うんうん、それを堂々と言ってくんのがまた腹立つやん、ね、何様やねんクソがっていう話で、いろんな人が見てるとこで、ね、で差別です、なの、はい、なので差別です、はい、そんなもんそれに障害が絡んできたらもう間違いなく差別です、はい、っていうので叩かれまくったクイーンですけど、はい、女王様ですけど、はい、この何やったっけ、もう何か忘れた、グレーキッズグレーキッズっていうのもこれどういうネーミングなんやろうって、まああんまり憶測で言うのもあれやから、うんうん、まあ、これぐらいにとどめときますけど、グレーキッズってどういう意味でつけてんのかなっていう気もするし、まあ揃わいとこうや、うん、真意が分からへんからな。でまあなんせさ、こういうことやってますと、はい、この活動自体はよくも分からへんし、はい、別に文句つけ気もないんやけど、はい、これ自体はね、はい、何もあそういうことやってるんですかっていう、うん、なん障害を持ったね人に高校行けるようななんか活動してるんでしょう、はい、もう何も言うことありません、問題はそこじゃないんですよね、問題はそこじゃありません、はい、
あのさ、これってさ、で日付がさ5月30日やろ、うん、これってさ、私こうやって障害者のために頑張ってんですよアピールやろ要するに、うん、私障害者のためにこんだけやってるんですよアピールやんなどう考えてもさ、日付がね、日付から言ってさ、あ、だからこの元々のこれも5月29やろ、だから5月29はもうその騒動始まっ、騒動の後やからな、燃えた後ですよ、燃えた後の話やからね、はい、はい、私ちゃんと障害者のこと考えて頑張ってんですよやんなこれ、うん、あのさあで見透かされてるよで見透かされてるし、うん、関係ないよな別に、うん、これまあまあこれはまあいいことなんかもしれんわ、うん、ひょっとしたら分からんから、いいことって断ずるのも嫌やから、もう断じて、うんうん、まあいいことっぽいやんけどうやら、うんうんうん、このチラシを見る限りな、ほんまに本心からやってんのかどうか知らんけどさ、まあやってそこを言ったったらかわいそうやから、まあなんかいいことっぽいやんけ、うん、だからつって帳消しにならへんでそうなんですよ、別に帳消しになりませんよ、なんかもうこれでね、うん、もう炎上してるものが消えるかって言ったら逆だってむしろこれ逆効果じゃないですかこれ、これ投下したいわ新たなのこんなもん出して、私障害者のために頑張ってんですからアピールしてるぐらいやったら、うん、とっとと謝っとけばよかったんちゃうのっていう気持ちが、さっさと、そんな気持ちが、そんな障害者によくしようという気持ちがあるんやったら、そんな、なんであんなことしたんですかっていう気持ちが増幅していく一方なんですけど、はい、どうでしょうか、もうこの人もう何してもダメな気がしてきますね、もう無理やで、だなんかこのなんていうんですか、新しいアピールしても言われ、うん、でも謝っても言われ、謝ってももう無理やろ、言われ、黙ってても言われ言われるしもうないねなんか駅前でなんか見守りかなんかやっても、うん、なんかこんなことしてる暇あったらなんかあのことどうなってんねんって言われし、あれなんかどっかの人と同じパターンほんまやな、なんか千葉県の方の人となんか同じような気がするよね、なんかちょっとびっくりやん、でも今後どうなるんですかねこの方、興味は尽きないよね、まあ、うん、このまま、まあ、辞任はさせられへんかもしれんけど、うん、辞任になったら面白いけどな、あ違う、辞任にならずにダラダラなんかチクチクされてほしいんで、うん、まあな、次の選挙までは頑張ってほしいよね、頑張ってて、はい、その悪い意味でね言ってくる悪い意味で言ったよ今俺はね、うんうん、まあなんせな、ジャーククイーンのこの火消しなんかこのこれが火消しになると思ってやってんやと思うねんけどさ、笑えるよねほんまね、ねえ師匠、師匠、はい、こういうさ人たちのそばにさいますよね、何人かあの秘書みたいな人たち、ああ取り巻きな、いわゆるな、ねえ OK 出すんですかね、うん、こういうのこれ、いやこれちょっとやめた方がとか止める人いないんですかね、勝手にやってんちゃう、ああそらさ、だってしれっとさんに暴言吐いたのもあんな勝手にやってっからあんなことなんやろ、あーそっか、いやだからその勝手にやるじゃないですか、あで勝手にやった後さ、これ29日でしょ、こういうのするときって日にちが経ってるわけじゃないですか、そやな、だから止めようと思えば誰か止めれるんじゃないんですかね、でこれ自体はさ前々から決まってたことっぽいし、うん、これを告知すること自体はそんな悪くないね、ただ、まあまあ、なんか俺らみたいなさ、うん、やつにあれこれってアピールですかってこうな、なるほど、いうやつがいるだけでさ、なるほど、
これ自体は悪くないからな。まあまあこれ自体はですね、まあ、まあタイミング悪いよね。まあ何にせよ知恵の浅い人やなという話でさ、はい、まあ次の選挙では落ちて、うん、ついでに、うん、立憲民主党は次の参院選でボロッカス負けたらいいと思います。で、はい、ちょっと話変わんないけど面白かったのは、うんうん、立憲民主党の幹部自身かな、うんうん、次の選挙参院選、うん、次の参院選は負けかボロ負けのどっちかだって言ってるらしいよもうだから西谷はそのボロ負けにより一歩近づけさせたっていうね、うん、貢献しちゃったとボロ負けに貢献したというね、うん、まあ、面白い現象、まあ、ボロ負けしてくれって、もうボロ負けどころか俺は消滅してほしいんで、うん、なくなってほしいです。以上です。はーい。